くお待たせをいたしました。準備が整ったようでございます。それでは早速ご登場いただきましょう。オートバックスレーシングチームアングル土屋健一エグゼクティブアドバイザー、そしてレクサスシーブルマンワコーズ脇坂純一監督です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。お待ちしてました。どうぞ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 お待ちくださいました。皆さんこちら来てください。もうね、かなり前から皆さんお持ちでした。一言ご挨拶お願いします。お待たせいたしました。待ってましたよ。脇坂純一ワンマンショーを開催したいと思います。それでは1曲目はミスも半端ないみたいだけど、すいませんいやでもね、かなりもう長い時間皆様もう今か今か止まってたんですが、何をなさってたんでしょうか。お忙しかったね。いや、あの忙しくないよ、だって獣医師と裏でサインしてたもん。あ、そうなんですよ、この後、ね、いや、その前の話です。その前はあのオートバックスで読書してたの。そうか、そう、まあ、あの簡単に言いますと、おじさんが遅刻してきたっていう話です怒ってる、怒られた。そうかもしれないまあ、でもね、短い時間ですけど、ぜひお会計いただいて、みんなで仲良くおしゃべりしましょう。はい、はいはい、まずはですね、あの今回から土屋さん、はい、今回から、ね、新しくできましたこの富士500マイルレース、はい、この暑さの中800キロどうやって戦いましょうか。絶好調の ARTA ですが、いや、アグリとなんでそんなさ500マイルも走んなきゃいけないんだよ300キロでいいだろうみたいな。そこですか。そう、客がかわいそうだろうって、自分が痛くないんだよああ、お客様あれですよね、だって、ね、長い時間炎天下の中見られるっていうことね、ね、あれですよね、2人はアグリさんとね、土屋さんは早く帰りたいとかそういうことじゃなく、お客様を炎天下で、ね、あれするのは申し訳ないってことですよね。そういうこと、そういうこと。優しいな、ね、絶対嘘ですよね。絶対嘘だよ、絶対嘘だよ。あ、言っちゃった。自分が早く帰りたいんだもん、ね、だってうちの車が表彰台上がっても、うん、ドライバーが降りてくる前に帰っちゃうからね、あいつ。ドライバーかわいそうだよね。待ってないんですか。せっかく表彰台に上がってさ、それをやっぱ土屋さん引き止めるわけでしょ。引き止めるんで、あのドライバー、うん、帰ってくるまで待とうよ。いつもあのドライバー心理になっていただくじゃないですか。本当ですか。え、いいんだよとか言ってた口ごもってきた、はい、全然ダメ。だから優勝した時だけいるの、最後まで。なんかあの2位3位だと帰るよ。先々週ね、2日間もアグリさん土屋さんとご一緒させていただいて、はいはい、久しぶりにその感覚を思い出しましたすげえ変な番組に出させてさ、はい、これ以上言えないダメですよ、まだ言うとあげますけど、いや本当すげえ番組。これから放送なんですか。ハリウッド並みの金かかってるよあれ。え、本当ですか。日本のテレビ局の金のかけ方じゃない。え、ちなみに何でそれを見られるんですか。え、言わないです。え、なんでいやだからやっぱそのぐらいね、お金のかかってるね、はい、ロケにはね、はい、やはり日本のレース界として鈴木あぐりさんと土屋圭さんというスーパースターが必要でしょうと。そうですね、いう形でですね、はい、オファーをしまして、おー、うわ、ちょっと最初はね、もうおじさんたちね、はい、やだよ、なんで俺がそんなとこ行かないといけないんだよとか言いながら、セットを見た瞬間、楽しいねってでそれでもやっぱり炎天下なんです、真夏のね、炎天下で。やっぱり土屋さんおいくつになられましたです。62ですよね。それがね、もうずっともう普通のね、あの芸人さんとか若い方でももうへばってるんですね。途中でもうしんどくなって、え、土屋さん、和久さん、すみません、これ2日間のロケなんですって。大丈夫だよって言ってものすごく元気に、土屋さんと和久さんが頑張れるから、他の芸人さん、タレントさんがね、あの頑張られたっていうような、そんな2人が引っ張ってくれたロケやったんですね。やっぱり周りの環境大事ですか。周りの環境大事っていうかね、いや、アグリと最初、いや、その番組はやばいだろうっていうね、世間的にその番組はやばい、まあ、見たくなる、知りたい、なんですか、言わないって言ったじゃないですか。そのぐらいにしときます。タイヤの話しますか。そうだ、タイヤの話しますか。タイヤ前にね、あの日産って書いてる方がおられたんで、僕はここミシュランのトークショーやったかなと思って一瞬ちょっと後ろを見てる。ドゥリディストンですね、ここね。ドゥリディストン、ドゥリディストン、多分ね、視察に来られてるんです。今日の作戦を考えるため、土屋さんのトーク次第ではニスモがどう作戦していくかっていうことを考えるわけですよ、これも。あそこにもニスモがいた。よう、そんな敵地に来ますな分かりやすいじゃん、ほら、もちゅうろうって言ってね。本当だ、もう超分かりやすいですよ、もういや、でも偵察来られてますけれども、そんな中で作戦とかってあるんですか、やっぱり。
まあ、一応ありますよね。まあ、一応ありますよね、はい、我々ね。全然ありますよ。ちょっとその一部をなんか。レクサスは調子いいからいいじゃん。ストップザ日産。調子いいからいいじゃんって。土屋さん500の予選見られましたね。うちなんかだってさ、ね、何ですか、ホンダなんか予選取ったらうちだけだよ、8号車。あとみんな9番って終わりだからね。でも全く目がないでしょ。いや、目がないって、もうちょっとあのこれからレースが始まる。そうですよ、爆発させてくださいよ。なんかこう、もう少しね、あの、まだ嘘でもいいから言いましょう。嘘ですか、嘘だめです。500マイルだからね、はい、絶対表彰台が見えてくる時があるかもしれない。ふわっとしてる。じゃあ僕も見えてくる時があるかもしれない。いや、でも4回ピットストップありますよね、はい、今回、はい、ってことは、まあ、もちろん瞬発的な速さもそうですけれども、うん、ね、チーム力、総合力。そうですね。そういう意味では監督の力でしょ。あ、出た脇坂さん、はい、どうでしょう。やっぱ監督の力でしょ。違う、4回ストップあってチーム力言いますけど、うん、早いもんは早いんですよ。夢がない。ワクワクしたいんです。遅いもんは遅いんです。ワクワクでもね、作戦は。でも我々ね、作戦、特別な作戦行きたいと思います。どんなどんな。例の教えてください。聞きたいから待ってんの。そうですよ、ね。どんな作戦で。どんな作戦ですか。どんな作戦でそんな細かい話をするんですか。ノープラン。内圧のこととかそういうことですか。内圧聞いても分かんないと思うよ。そっちですか。今日はですね、はい、あのタイのねパフォーマンスを考えた時にね、はい、ドライバーが勝手にね。スタートドライバーがフェリックスだという、チームもフェリックスだという、だからスタートドライバーが1回多いんですね、うん、車に乗るんです。だから速いドライバーを3回乗せた方が、うん、あの短くゴールできる。我々そうでしょ、誰よりも早く短くゴールすること。だからそういう空気やったんですけど、はい、先ほどレクサス全体のミーティングでスタートドライバーを申告するんですけど、うん、ね、あのまず1号車はって言ったらニックです、うん、6号車はカズヤですって言うと、みんなえぇ、ー、っていう顔をしたなんでなんで。いや、前回フェリックスがとてつもなく速かった、うん、で、このカズヤですって言った瞬間、みんなえぇ、ー、って言った瞬間、カズヤがニコッと笑いながら聞いてないよって言うあ、そう、ニコッと笑いながらね、うん、このニコッとはもう本心なんです。聞いてないよは照れ隠しなんです。わかります。我々ね、あのレースっていうのは一戦一戦線引かれるでしょ。例えば開幕戦誰かしました、 2レースだ。でも我々のレースってね、もう下手したら1年じゃなしに数年レベルの長いスパンで物事を考えながらチームをコントロールするんですね。で、この時に前回タイでね、フェリックスが速かったから、じゃあフェリックス行きなさいと、予選もフェリックス行きなさいと。昨日 Q1 でもね、 Q1 通ると思ってないです僕。でもカズヤ行かしてるんです。でもカズヤはその時まだ Q2 行った時にフェリックスのポテンシャルをと思ってるんです。だからスタートドライバー誰ですかって聞かれた時に、僕がね、エンジニアとかメカニックには黙っとけって伝えてますけど、カズヤで行きますって言った瞬間、周りは驚いて、大島和也はね、笑顔で聞いてないよって、笑顔は嬉しいんです。聞いてないよは照れ隠しなんです。で、これがカズヤのこれから先のレース人生並びに、これから彼のポテンシャルにつながればチーム力全体が上がるという僕の作戦。すごい、あんまり難しいこと言っても思わないです。人生を考えてるね。すごい長い。だから僕ができることってそういうことなんですよ、はい、もう作戦でね、まあ、何周目にピット入れるとかね、内圧をどうする云々っていうのは田中幸太郎という素晴らしいエンジニアがね、もうタイトル優勝受け売りのエンジニアがね来ていただいたから、そこに任しておいたらいいんですけど、僕はもう全体を考えながら、流れを考えながら、ドライバー心理になって、どうすれば、チームの総合力が上がるかということを考えたときに、フェリックスをさらに伸ばすよりもカズヤの底上げをした方が、今カズヤはちょっとスーパーフォーミュラであるとか、うん、GT であるとか、なんとかちょっと悩みながら乗ってる部分があるんですね、うん、で、これは力が落ちたとかとそういうことじゃなしに、まあドライバーやってたら分かりますよ、土屋さんね、ある時期ちょっとこうね、メンタル的に落ちてくる時もあって、で、そこからそれを乗り越えるとさらに強い選手に なったりね。土屋さん何歳までやりました、うん、俺現役は47まででしょ。そうなってくると何回もやっぱりそういうのがあると思うんですね、うん、で、そこをはい、もうこれで風谷さん遅かったらもうダメですよ、早かったらいいですねっていうだけじゃなく、やっぱり困ってる選手をどうね、うん、引き上げるか。関口選手でもそうでしょ、うん、そうですね、最近調子乗ってるでしょ。乗ってますね、すごかったですよね。でも調子乗ってる、ね、調子乗ってるでしょ、うん、数年前どうでしたかっていう話じゃないですか。栗本選手最近調子乗ってるでしょ、はい、数年前どうでしたかっていう話で、うん、で、それでね、ドライバーね、困ってるというか、ちょっと弱り始めてるドライバーを引き上げることによって、うん、そいつらのポテンシャルが上がるから、さらに若いやつらがそいつらを倒さないと上に行けないとなったら、レクサス全体のレベルが上がるという、ちょっとね、ブリヂストンさんのね、ホンダに来てミーティングしてよ。あ、すごい、頼めよ、ちょっと待ってください、いくら出せますか。皆さん、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 
見てます。後でやってください。そのぐらいでいきます。分かりました。大人の事情がすいません。マキサガ11、ホンダに戻らせていただきます。ダメですよ。いや、朝礼にだけ来てくれればいいよね。朝礼で。そんなね、簡単にできるもんね。朝礼でね、おい、君たちこうだこうだって。それ赤いやつです。いやでもなんかもうホンダの朝礼に来てほしいよね。なんか宗教とか開けそうですよね。すごい説得力。宗教法人ってどうやったら取れるんですか。皆さんお布施をお待ちしておりますんで。すぐお金にしないでください。11教。いやでもなんか本当に脇坂監督、本当にあ監督なんだなってすごい今。当たり前ですよ。すごい。まあたまにそういうことを考えるんです。あとは大体ですね、ハンドルをマイクに持ち替えて喋ってるだけ。これはもう土屋圭一と一緒でございます。そうね、俺まともなこと言ってるよ、この無線で。本当ですか、どんなこと言ってるんですか。でも後ろ500が8秒後に3台来るから、うん、だから頭使いよ、まあどこで行かせるかね。普通の3秒ぐらい落ちるのね、500が絡むと。そうですね。だけどそれを1秒半にするにはお前頭使えよ、どこで譲るか考えろよっていう無線はもう毎週飛ばす、はい、あのね、ドライバーとしてね、あの限界に走ってるんですよ、うん、だからコンマ1速く走ってる、コンマ3走るって速く走るとてつもなく大変なんです。でも GT なんで500にしても300にしても追い抜かれたり追い抜いたりするでしょ、クラス違いの人に。コンマ3速く走ることは難しくても、1秒落ちるところをコンマ5を落ちにしたらコンマ5は得するんです。わかります。クリアラップでコンマ5速く走るのと同じことになるんです。そういう指示、ドライバーがそれをしやすいために指示を出されているってことですよね。そうですね。もうドライバーに余計なこと考えますね。あいつら聞いてますか。高木俊一聞いてますか。本当に11にもう俊一の無線聞かせてあげたいぐらい。本当に昨日の予選なんかもさ、まあ、もう大変もバッチリだし、もう本当にあのガスケツになるかもしれないけど頼むよって言ったら、はーい。レース走ってる人のテンションちゃいますよね、あの人。いや本当だよ。いやでもそんな雰囲気でもう 2連勝中ですよ。いやいやでもね、長いしんちゃんね、長いこともずーっと変わらずトップで走ってる、そんな選手いないよ。いないですよね、うん、本当に素晴らしい。いやだけど本当にこいつレースやってんのかなと思うよ、無線聞いて。多分ね、釣り車走らしながら釣りやってんねやと思う。レスリーが釣りばっかりやってるんですよ、海釣り大好きです、ね、いや本当にもうさ、うん、あのタイなんかさ、エアコン壊れてたわけ、うちの車。そうなんですよ。でそれでスタートさせてんだけど、はい、もう10周ぐらいしたらさ、あーずーっと暑いに決まってんだろ、エアコン壊れてんだからさ。だけど本当にこいつ暑いのかなと思うぐらい、うん、暑いですー。人柄がね、これ本当にこの前まで走ってんの、ね、みたいな。父親に対するね、多分アクションしてるだけやと思います。舐めてんだな、あいつ。すいません、もうずっといてほしいんですけど、さっきからお時間です、お時間ですって言うんです。もうね、今日ね、お二人もいろんなとこで引っ張りだこなので、もうちょっといていただきたいんですが、他に仕事はないんで、11と俺は。本当ですか。じゃあずっと行こう。いやもうこのままステージから降ろさせんやったら、二人でこのままね、横浜とミシュラン行きますよね。この後ミシュランでトークショーとか、ね、もうちょっと喋らせていただくんだったらいいです。これからようやくタイヤの話しようですよ。ねえ、タイヤの話何でもいいですよ。クールスーツ何、熱いエンゴン機でさ、どうでもいい。そんなこと聞きに来てないです。まあ、でもタイヤの話はしていただかなくても、レースの結果で示していただきたいと思います。あ、予想台の真ん中、予想台の真ん中、それは我々に対するプレッシャー。予選の結果見てんのでも昨日大島選手もでも言ったこと、今までずっとブリヂストン買ってきたのよ。はい、そうなんです。ね、今年そうなんです。今回たまたまそうなんですよ、日産調子に乗っとんね。日産さん、今回はだけどさ、あれウェイトも積んのんねんで。何やろタイム。見れた、生で見れた。いやでもタイなんか見たらさ、はい、レクサスなんかみんな飛びにいたじゃない。で終わってみたら表彰台じゃない。そうですね。何がそうですねだよ。まあ実は余計なお世話だよ。だからお前レクサスなんて下に行っても上に来るんだよ、ね、俺は。いや BMW どうなんですか。 BMW は俺はうちは優勝するよ。こんなインチキ86に負けてたまるか。インチキ86横浜タイヤでございます。いや昨日は100分の14秒負けたよ、うん、はい、だけど負けは負け、うるせえ。絶対やっつけるよ今日。おー、作戦は、作戦は作戦、うん、作戦はね、5発と一緒で、うん、
あの BM ってすげえ燃費悪いの、うん、だから最初の10周だけ全開で行かせる、うん、で後ろ 5秒、うん、絶対ちぎれる、うん、そっから燃費走行とタイヤをいたわれ、うん、その5秒10周全開で走った時にマリーさらに車に行ったらどうしましょういないんだよこれがいないえ、そのぐらい自信があるだって新一に毎回こうプレッシャーかけてんだけど、うん、お前これトップで帰ってこないと来年考えだよ、うん、いやそんなねARTA でね ART の300をずーっと牽引してきた人そんな1年1年考えるっていうのやめてあげてくださいいや俺毎年あの10月ぐらいからドライバー追い込む、うん、いやごめんなさい土屋圭一止まりませんわ俺じゃないよね俺は今巻こうとしてない土屋圭一は絶対止まりませんお願いですかどうしますこんだけお願いされてますけどしょうがないなやめましょうお願いしたい最後にね嫌ですよねもう一言ずつねあのファンの皆さんにもうそんな僕からそしたら行かせていただきますどうぞどうぞブリヂストンタイヤはグリップスありがとうございますブリヂストンタイヤで表彰台の真ん中でお会いしましょうありがとうございますありがとうございます僕に釣っちゃ魚登るわけ違いますしんちゃんが登りますから、ね、今閉めたんだ俺はそこでまた繋げるかい、ね、その表彰台の作戦っていうの作戦今言っただろ10周ありがとうございましたありがとうございます皆さんあのフェイスブックやってる方いらっしゃいますかあのまだフォローされてなければぜひ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 フォローお願いしますありがとうございますそしてラストの上司監督お誕生日おめでとうございましたもう本当にあっという間でしたけれど皆さんぜひ、ね、今日のゲスト応援よろしくお願いいたしますありがとうございました